ここだけ過去にルフィに倒された経験のあるキャラのレッド鑑賞会に対する読者の反応集。参加者は原作、アニオリ、レッド以前の映画キャラクターたちで何らかの形でルフィと敵対して直接ぶっ飛ばされたキャラ、死亡しているゼファーなども参加か、のみとする、どういう感想を抱くのか気になった。ホーディーは爆笑。他のキャラからぶん殴られるか白い目で見られるかしてそう。とりあえずテゾーロはめちゃくちゃこじらせることは想像できる。テゾーロは後半から辛すぎて片手で顔を覆いながら泣いてる。テゾーロが、麦わら、お前も、みたいになってるのはわかる。エネルは、不届き？くっそつまんなそうに見てそう。ゼファー先生はすっごい真面目に見届けそう。ゼット先生は絶望してそう。クロコダイルは不機嫌だろうな。とりあえず親瓶、バギー、ギャルディのあたりはめちゃくちゃ泣く。号泣してる親瓶。ルッチはニヤニヤしてそうだな。お、でんでん虫かかりさんじゃないですか。敗北直後時点のルッチだと仮定したら、せっかく生存と出世が約束されたも同然なのに、やってることが老人とライブ視聴してミュートがかりになってる自分を見るわけか。政府の人間にとってご老生のそば遣いって名誉なことだろうし、別にマイナスな感情は感じないんじゃない？多分興味ないから無表情でつまんなさそうに見てると思う。むしろ興味なくて無表情で見てるけど、最後のニカモードで食い入るように画面を見る。ある程度観客分けないと最後まで見る前に乱闘起こりそう。バギーはシャンクス関連で、ああ、うん？ってなってそう。あいつと離れてよかった、って安堵してそうだな。無様だな麦わら、ってする奴に殴りかかるテゾーロとゼット先生。カイドウさんはシラフだと本当につまんなそうに見てるな。ドフラミンゴはめっちゃ笑ってそうだわ。なぜかこの集団に混じるウソップとフランキー。確かに条件当てはまるな。ウソップは親父にもっと早く気づいてればって後悔して、フランキーは結末知ってるから歌との出会いの回想の時点で泣いてそう。条件の解釈次第ではガープ中将含まれるんだが、上場戦争にて結局殴れなかったとはいえ敵とみなす宣言してぶっ飛ばされた、乱闘起こったらまずいな。バレットは今すぐにでも暴れたそうに見てそう。カイドウ含まれる場合、笑ったりしたやつぶっ飛ばしていきそう。クロちゃんはとっとムジカに興味を示してそう。歌にはまあ運が悪かったな程度の感想だけど特に興味なしかな。シキもいるのでは？ムッシュールも意外と泣いてくれるかもしれない。ワポルはよくわかってなさそう。隣のムッシュールが号泣してるのと、鎮痛な雰囲気で困惑してそうな気がする。モリア様、だから言っただろ麦わら。ベラミーも笑うやつ殴ると思う。別に敵キャラに見せてもな、ぶっちゃけ考えとか湧くやつ少数だろ。対応の違いとか見せても意味ないし。ルフィ関係者に見せるシチュエーションだと、ビビカルーとか、モモ、キンさん、ヤマトとかキャロット、ペドロとか、ヨサクジョニーとか、ルフィの味方側と言い切れるキャラに見せてみたい。よし兵隊さんに見せるぞ。無言で下向いてるベラミー。同じ魚人でもホーディーは爆笑してアーロンは笑わないと思う。アーロンが19歳ぐらいで大海賊時代が始まったからな。ザコは同じ空間にいるカイドウさんとかにビビって映像が頭に入ってこなさそう。後半から大乱闘になって干渉どころじゃなくなりそうなんですがそれは。カイドウ、VS バレットで双方大満足な結末が見える。なぜか連れてこられたミスバレンタイン。多分誰も興味ないテゾーロとゼット先生くらいだろ。所詮麦わらもガキだな、って何名かは劇場を後にするな。どうしよう、カイドウ VS バレットは普通に見たい。すれ違いだけど絶対仲いいよなあの二人。みんなのテゾーロへの謎の信頼なんなんだよ。刺さる要素が多すぎて、吐くほど泣いてそう。ぶっちゃけこの手のスレってテゾーロ曇らせスレだと思ってるから。あいつ、シャンクス、はいつかやらかすとは思ってたが、よりによってお前が巻き込まれるとはな麦わら。あのジョーちゃんには悪いが黒すぎるとの設立はさせてもらうがな。お前の場合は悪いと思ってるだけで優しいよ。鑑賞会より実際あの騒動に巻き込まれた方がいい反応しそうだな。鑑賞会じゃ興味がなさすぎて寝るか、周りとやり合うかしかしなさそう。フィルム以前の映画キャラだとお祭りやデッドエンドのやつか。ほとんどは興味ない、もしくは勝手に救われるとかヘドが出るぜくらいだろうな。悪役貫いてる奴らにとっては歌自身も理想も内面も気に入らないだろうし。みっともねえじゃねえか。麦わら、俺はそんな弱い男に負けたつもりはねえぞ。
トットムジカには飼ってるし別にクロコダイル的にはいいのでは？案外お祭り男爵は憐れんでくれるかも。ラチェットはメンタルほぼ一般人だからなく。恐ろしい女だな、くらいにしか思わなそうなドフラミンゴ。煽りでは言いそうだけど微塵も思ってなさそう。恐ろしいよ、ファンという知人でもない連中に望まれたら世界の7割道連れに無理心中図ろうとするのも、それを実行できる能力持ってることも、そんなのがもしドレスローザの近くに民間人としていたとしたら？ぶっちゃけドフラミンゴは特に民衆を巻き込んでも問題ないし、覇気は十分だし、自分で倒せるから恐れはせんでしょ。ドレスローザの近くに歌がポップして今回の計画やったとしても、倒して乱心した歌姫を止めた英雄だとドレスローザで喧伝して、さらなる名声を得るだけよ。ドフラミンゴはドフラミンゴで親の愛情ゆえの決断が必ずしも子供のためにならないことは知ってるからな。カイドウ、VS バレットは途中からバレットも覇王色まとい出すのかな。指揮の反応が予想できない。まあ性格的に高評価ではないんだろうけど。金塊の主。この中に入らなくちゃいけないミキータかわいそう。ぶっちゃけボスキャラからすると、何言ってんだこのガキは、くらいにしかならないだろ、歌の行動。カイドウさんは、ひとえにお前が弱いせいだが、っていうだけじゃない、別に笑ったやつ殴る人じゃないでしょ。テゾーロとゼファーなら思うことありそうだけど、他は興味なさそう。歌の伝伝虫拾う流れと、置いてかないでって同国するところでゼファー先生が、私の12年はなんだと泣きながら取り込まれるところでテゾーロの絵が死ぬ。それぞれ評価分かれるだろうけど、天竜人が歌を買おうとするところでは、全員舌打ちしてそう。カイドウさんはニカ出てきた瞬間に、は、ってなってそう。カタクリとクラッカーはサンジとブリュレのあのシーンでちょっと動揺しそう。百景の方のクロ？海賊やめなよでやめられたら苦労はしねえ。ルッチとカイドウさんは前半は微塵も興味なくてボケーっと流し見してるだけだけど、赤髪海賊団が本格参戦してきたあたりからちょっと興味出てきて身を乗り出してそう。ミンゴはトットムジカ復活の時、ついに世界滅亡が実現すると心から期待して喜んだが、歌がこれを公開して止めようとして命を犠牲にするのを見て失望し、表情がしわくちゃになりそうだという気もする。あるいはシャンクスを恨む歌にホーミングを打った自分を思い出して好感を感じることも、いるだろうか。ローが初めてファミリーに来た時、ジョーラに白炎病は伝染病ではないと一周したように。ミンゴってそういうキャラだっけ？ドフラってああいう形で歌みたいなタイプの手によって世界滅亡しても喜ばないと思うけど、あと歌には自分を重ねないのではないかな。だって歌はどう見ても父親が大好きがゆえの反転衝動だもん。個人的な主観だけど、私もそんな理由でミンゴは歌を嘲笑うとは思わないと思う。モーガンだけ場違い感がやばい。大まかに区分してみると、沈黙するやつ、嘲笑うやつ、共感や憐憫なやつ、無関心なやつ、このように分類されるのか。ここに出てきた奴らがそれぞれどこに該当するのか見てみよう。同情、悲しむ、テゾーロ、ゼファー先生、ベラミー、一応同情するにはする、バギー、ギャルディーノ、オヤビン、アザ笑う、ドフラミンゴ、無関心、興味がない、モーガン、アルビダ、ワポル、エネル、ルッチ、トットムジカ、ニカにのみ興味あり、クロコダイル、シキ、バレット、カイドウ、微妙、というか反応に困る、ブルーノ、カタクリ、当事者たち。ホーディー忘れてた、あざ笑う枠かな。いろんな意味で大丈夫かチャルロス。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。